ヘッドスマッシュとインバッファロージャンプはカナダのアルバータ州にあるユネスコの世界遺産に登録されている史跡。ヘッドスマッシュとインバッファロージャンプはカルガリーの南約 150km アルバータ州のポーキュパインヒルにある。実際には崖である。崖の幅は 300m にわたり、高さは約 18m。崖の下にはバッファローの骨が多いところでは 約11メートル以上も堆積している。なぜバッファローの骨が崖下に堆積しているかといえば、この付近に住んでいた先住民であるブラックフット族が崖の上にバッファローを追い詰めて崖から突き落としてバッファローを仕留める狩猟を行っていたからである。崖の西側には40平方キロメートルにも及ぶ草原地帯がある。ここに生息していたバッファロー崖へと通じる道へと、 追い込んだ。このドライブレーンには石でできた銅標が残っている。このようなバッファローの狩りは他の北アメリカの地域でも行われていたと考えられている。このヘッドスマッシュとインバッファロージャンプはそれらの中でも大規模で最も古く、紀元前3500年以上前から行われていたと考えられている。またこの量はここで19世紀まで続いていた。 この崖の周囲には火を焚いた後も多数発見されている。このことからバッファローを追い込む時に火を使用していたと推測されている。また、外貨からは大量のバッファローの骨の中から矢尻やクワなどが発掘されている。また、ブラックフット族はこの谷を地に染まった深い淵と呼んでいたようだ。1968年にカナダ国定史跡に指定される。 2004年現在、崖の近くには、資料館がある。また、ブラックフット族の末裔たちにより、当時の生活や、狩猟の様子が再現されたイベントが実施されている。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。